休憩でに引き続き会議を再開いたします。中山議員。こんにちは。市民とともに未来をつくる会派共創の中山哲夫です。通告に従いまして質問に入らせていただきます。自治会 DX の推進と情報セキュリティ対策、誰一人取り残されない、人に優しいデジタル化を目指し、昨年9月1日日本のデジタル社会実現の司令塔としてデジタル庁が発足しました。デジタル技術の進展により一人一人の状況に応じたきめ細かいサービスが行き届いた多様な幸せが実現できる社会に向けて国が力を入れて進路を取ったことの表れでしょう。実際のデジタル化による変革は前提として情報基盤の安全性の確保が不可欠であることから推進と合わせてセキュリティについて取り上げました。まず1点目、自治体 DX 推進の現状と今後の取り組み、自治体において AI、人工知能等デジタル技術やデータを活用して業務効率化を図り、住民の利便性を向上させるため、人的資源を行政サービスのさらなる向上につなげていく自治体 DX といわれる取り組みが進められています。単にデジタル化するだけではなく、デジタル技術を手段として有効活用することにより社会の在り方をより良い方向へ改革する取り組みがデジタルトランスフォーメーション DX だと言われております。そういった視点で来年度の予算を見ていきますと、情報デジタル化推進事業としてさまざまな分野で多くの DX 推進に関わるものが計上されており、今週の本格的に DX を推し進める時期に入ったと感じております。そこで単にデジタル化 IT 化だけではない、自治体 DX の認識と本市の自治体 DX の推進の現状についてお伺いします。合わせて予算にも多く盛り込まれておりますが、行政サービスの業務効率化質の向上に向けた取り組みや市民の利便性の向上と連携協働など、今後の具体的な取り組みについてお示しください。2点目、情報資産の機密性安全性および可用性の確保の必要性と対策。自治体 DX は望ましい将来に向けた取り組みではありますが、推進していく上で同時に伴うリスクが増大していることについて考えておく必要があります。今後 AI 等デジタル技術やデータの活用が前提で業務が行われる方向で進展していく中で、情報資産の機密性完全性および可用性の確保ということが不可欠の条件と言ってもいいでしょう。固い言葉で言うと、この情報資産の機密性完全性および可用性の確保が情報セキュリティということであります。情報資産の機密性、これが確保できない状況というのは情報の漏洩などの場合であります。情報資産の完全性、これが確保できない状況というのは情報の攪乱、改変、あるいは暗号化などであります。また情報資産の可用性が確保できない状況というのは停止、切断、あるいは破損などということになると思います。このどれもが発生すると大きな影響や損害をもたらすこととなります。ある種の災害や事故とも捉えることもできます。そういったことについての認識と防ぐための方針、現在の対策についてお伺いします。3点目、物理的人的セキュリティの取り組み。情報セキュリティの対象としてネットワークあるいはシステムだけではなく、システムを設置するサーバー室など庁舎や電源などについても健全性が物理的に損なわれることによりその機能が停止するなどの脅威もあります。例えば地震により
本庁舎が被災することや、落雷、停電、火災等により電源を喪失することもセキュリティ上の脅威であると考えられます。こうした物理的セキュリティについてどのように考えられているのでしょうか。もう一つ、セキュリティ上の脅威として人の問題があります。故意であれ、過失であれ、情報の持ち出しや設定ミス、誤操作など、またメンテナンスの不備など人的要因によるセキュリティ上の脅威があります。こういった脅威に対する対策や取り組みについてもお伺いします。4点目、私立病院の情報セキュリティ対策について。昨年10月末に徳島県鶴来町にある病床120床の町立半田病院が身代金要求型ウイルス、ランサムウェアによるサイバー攻撃を受け、電子カルテなどが暗号化され、病院は機能停止に陥り、お金を払うように要求されるという危機に瀕したことが話題となりました。その後、読売新聞の取材により、2016年以降、国内で少なくとも11の病院がコンピューターウイルス、ランサムウェアの被害を受けていたことが、昨年末、27日に報道され、その内容としては、昨年は5件に急増しているということでありました。身代金を払った病院は確認されなかった。厚生労働省はサイバー攻撃を受けた医療機関に報告を求めているが、発生件数は公表しておらず、他にも被害を受けたケースがあるとみられるとの報道でありました。半田病院以来、情報セキュリティのことが気になり続け、この度の一般質問で取り上げることになったのですが、病院の場合は特に市民の生命に関わる重大な脅威であると考えられます。そこで光市立病院において、これまで情報セキュリティ上の何らかのトラブルに見舞われたことがあるか、また情報セキュリティ対策はどのようになされているかお伺いします。2項目、白砂青松の景観を未来へ伝え残す。瀬戸内海国立公園に指定されている美しい湖を描く白砂青松の虹ヶ浜室積海岸は、美しい景観の多い光市でも特に市民に愛されている景観ではないでしょうか。市民のみならず、来訪者も松林の中や浜辺を散策している姿も多く見られます。日本でも屈指の白砂青松であることは、多くの百選に選定されていることからも分かります。私が調べてみたところ、日本の白砂青松百選、日本の渚百選、日本の名勝百選、日本を代表する景観100箇所、心よいという字を使う海水浴場100選、日本の水浴場88選、森林浴の森、日本100選に選ばれております。他にもありかもしれませんが、改めてその価値が全国区で認められていることを認識できます。白砂白砂の室積海岸の砂浜は、海軍工廠ができて以来、島田側からの砂の補給が、途絶え、浸食による浜掛けは松林の根元をえぐるくらい浸食が進みつつあります。現在、光漁港海岸保全施設整備が進められており、地元ではその進捗と効果が注視されています。青松の松林は歴史を遡れば室町時代の忠実で称賛されており、藩政時代には毛利藩により保護植栽されていました。また新型コロナウイルスのために実施できない状況もありましたが、これまでは、クリーン光大作戦の海岸清掃や、緑十字大作戦の植樹活動など市民参加の活動により守られてきたもので、先人から預かり後世へ伝えていくべきものであるとの思いから取り上げることにしました。黒松の海岸林は防風林として、今も台風や冬場の西からの強風、それによる潮風からも生活を守ってくれていますが、いささか気がかりな状況であります。潮風の当たる砂地に適した黒松は放置しておくと、次第に常緑の広葉樹が優勢になっていくため、植えて管理し続ける必要があります。以前は積もる松葉を
黒滝やかまどで重宝したこともあり、松葉かきをして持ち出し、印象は砂が見えるように管理できていました。このおかげで松の生育にとって有利な環境が維持されていましたが、今では松葉が積もり、堆肥のように土壌を肥やし、多数の広葉樹が生えて育ちつつある、そういう場所も多くあり、将来の姿が少々心配な状況であります。まず1点目、海岸松林の保全育成の取り組みについて。諸角海岸の松林は防風保安林に、また虹ヶ浜海岸の松林は飛砂防備保安林に指定されており、現在も黒松の海岸林の保全育成に取り組んでおられると思います。しかし今、松の財政虫による松枯れという困った状況を抱えています。一般的には松食い虫と言ったりしますが、線虫が原因であることが判明してからは松の財線虫病という言い方になってきております。松のまだらカミキリが媒介し、若い松の表皮をかじったところから、体長2ミリくらいの線虫が松の木に入り込み、木の中で爆発的に増殖し、水を吸い上げる働きが阻害され枯れてしまうというものです。健康な松は幹木を傷つけると激しくヤニが出るため、カミキリムシは産卵することができませんが、線虫がにより水揚げが悪くなった松は、皮が傷つけられた時、出るヤニの時に出るヤニが出が悪くなり、産卵しやすくなります。産卵された卵は木の中で帰り、幼虫が育ち、遺管束、形成層、皮の下の部分を食い荒らし、木を枯らします。そして、線虫を体内に持った成虫が枯れた松から出て、また線虫を撒き散らすという悪循環になります。これがこの病気で枯れた松の様子です。一気に赤くなって枯れてしまいます。隣接する複数の松が一気に、枯れる、あるいは、数年にわたって連続的に、一帯が枯れていくということがよく見受けられます。景観面だけでなく防風林としての働きにもダメージがあります。そこで黒松の海岸林の管理保全育成の状況と合わせて松枯れ対策に関してどのように把握検証対策しておられるかお伺いします。2点目、砂浜の侵食対策について。弓内の美しい砂浜については、諸角海岸は砂浜の侵食という難しい問題を抱えています。諸角海岸松原地区の侵食と光漁港海岸保全施設整備についてはこれまで継続的に取り上げてまいりました。国からの交付金が縮減される中、侵食対策を含めた高潮対策である光漁港海岸保全施設整備工事の進捗は思うに任せぬ状況が続いております。まずこの工事の進捗と今後の見通しについてお伺いします。以上で壇上からの質問を終わります。岡村政策企画部長。おはようございます。中山議員の1番目の1点目、自治体 DX 推進の現状と今後の取り組みについて、お答えをいたします。まず自治体 DX の認識についてでございます。令和2年12月に国が策定をした自治体 DX 推進計画に示されているように、自治体が担う行政サービスについてデジタル技術やデータを活用して
住民の利便性を向上させるとともに、デジタル技術や AI 等の活用により業務の効率化を図り、人的資源を行政サービスのさらなる向上につなげていくことが自治体における DX 推進の意義であり、そのために自治体が果たす役割は極めて重要であると認識をしております。次に本市における自治体 DX 推進の現状でございますが、自治体 DX 推進計画に示された内容を踏まえ、自治体情報システムの標準化・共通化、マイナンバーカードの普及促進、行政手続きのデジタル化・オンライン化など DX 推進のために自治体が取り組むべき事項について、今後の取り組みの方向性を第3次総合計画や行財政構造改革推進プランの中で整理をしてまいりました。また昨年9月に実務担当者による庁内横断的なワーキンググループを設置をし、今後の取り組みの方向性について認識を共有するとともに、早急に予算化すべき具体的な取り組みについて議論を重ねてきたところでございます。最後に今後の具体的な取り組みでございますが、情報デジタル化推進事業として新年度予算案でお示しをする21事業を着実に進めてまいります。具体的には市民サービスの向上に資する事業として、情報受発信ツール導入事業や行政手続きオンライン化事業、世代間の情報格差を解消するための事業としてスマホ購入支援事業、専門知識を有する民間人材を確保するデジタル化人材活用事業などでございます。その他内部事務の効率化などにも合わせて取り組んでまいります。続きまして2点目、情報資産の機密性、完全性及び可用性の確保の必要性と対策についてでございます。はじめに情報セキュリティにつきましては、自治体 DX を進めていくための大前提であると認識をしております。このため第3次総合計画や行財政構造改革推進プランにおいても、行政情報システムのセキュリティ対策を強化していく考えをお示しをし、システムやネットワークなどの技術面と職員の意識向上などの体制面の双方から対策を進めているところでございます。次にセキュリティ確保のための方針と対策でございます。本市では情報セキュリティポリシーに関する要項において、不正アクセスやサイバー攻撃等による情報資産の漏洩や改ざん、情報資産の無断持ち出しや機器故障など意図しない形での情報資産の漏洩、地震や落雷、火災などの災害によるサービス業務の停止などの脅威を想定をし、有事の際にこれらの脅威から情報資産を保護するために講ずるべき物理的、人的、技術的観点からのセキュリティ対策や対策を進めるための組織体制など基本的な方針や対策基準を定めております。技術的な観点からセキュリティ対策の一例を申し上げますと、まずネットワークの3層分離を行っております。本市のネットワークは住民基本台帳や税、福祉などマイナンバーを扱う事務を行うマイナンバー利用事務系、起案や支払いといった通常の行政事務を行う LG1 接続系、インターネットにアクセスできるインターネット接続系、この3つに分かれており、ネットワークを物理的に分離をすることで、インターネットから未知の脅威が入ったとしても攻撃を受けることがないネットワーク構成としております。これにより、仮にメールを経由して市にウイルス等が仕掛けられた場合には、分離をしたインターネット接続系の中で無害化処理を行っており、行政事務を行う LG1 接続系のネットワークに支障をきたすことはございません。またインターネット接続については、
県内市町で共同調達をしている県のセキュリティクラウドを介することで許可していない通信を遮断する機能や不正通信を検知・防御する機能を備えた機器により通信を常に監視・分析・解析をする高度なセキュリティ対策を実施をし不正アクセスを防止しているところでございます。このほか USB メモリーなどの外部媒体の接続を禁止し外部からのウイルス等の侵入を許さない環境を整えております。次にセキュリティ対策を推進するための組織体制といたしましては私を最高情報セキュリティ責任者情報推進課長を情報セキュリティ責任者として水道局や病院局なども含め緊急時に連絡調整を行うための全庁的な体制を整備しているところでございます。続きまして3点目の物理的人的セキュリティについての取り組みについてでございます。まず地震などの災害により本庁舎が被災をしたり電源などが損なわれたりした場合の物理的セキュリティ対策についてですが住民基本台帳や税・福祉などの基幹業務につきましては平成30年2月から共同利用型クラウドシステムを導入しており耐震性の高いデータセンターでシステムが稼働をしております。一方本庁舎が被災した場合や停電等により電源を喪失した場合にはデータセンターとの通信が遮断され業務を継続できないという課題がございます。このためこれから建設をする防災司令拠点施設に災害時に早期の復旧が求められるサーバーをはじめ行政システムにかかるすべてのサーバー類とネットワークの接続に必要な機器を移設することで課題の解決に努めてまいります。次に人的要因による脅威への対策などに関するお尋ねでございますが最も効果的な人的セキュリティ対策は職員のセキュリティ意識を高めることだと考えております。このため個人情報を扱う部署の職員は管理職も含め年1回 e ラーニングによる情報セキュリティ研修を行っているほか若い職員を中心に定期的に情報セキュリティ研修を受講する研修体制を整えております。さらに情報担当職員につきましては毎年度交代で実践的サーバー防護演習を受講するなど必要な人的セキュリティ対策に努めているところでございます。以上でございます。西村病院局管理部長。こんにちは。それでは4点目の私立病院のセキュリティ対策についてお答えをいたします。現在の病院の業務では従来手書きであったカルテが電子カルテに処方箋、検査指示伝票、レントゲン指示線、食事指示線などの紙による伝票類がオーダリングシステムなどに代わる医療情報システムの導入により瞬時に各部門に指示が伝達され業務が円滑に行えることとなっております。また情報の共有化、必要なデータの検索や各種チェックも行うことが可能となりミスの発生防止にも役立っております。フィルム類についても電子データとなっておりリモートによる画像の読影、保管場所の小スペース化、省力化が図られております。厚生労働省の平成29年度の統計では光総合病院、大和総合病院の両病院の病床規模である200床から399床の病院において電子カルテは 64.9%、 オーダリングシステムは 76.7% の病院で導入をされており光・大和両病院とも電子カルテ・オーダリングシステムを導入をいたしております。議員お尋ねの情報セキュリティ上のトラブルについてでございますが光・大和両病院ともに現在までトラブルの発生などに見舞われたことはございません。光大和両病院ともに情報セキュリティ対策についてはそれぞれの病院で対策をしておりますが
内容的にはほぼ共通しております。なおリスク管理上詳細説明は控えさせていただき、大まかな説明とさせていただきます。情報システムのトラブルは、従来は職員や委託業者のミスによるデータ消失や記録媒体などを使用したデータの不正な持ち出しといった内部からの要因によるものから、近年は議員がお示しされたようなコンピューターウイルスの一種である外部から意図的に攻撃を仕掛けてくるランサムウェアによるサイバー攻撃が増加するなど、高度化、悪質化しております。サイバー攻撃を受けた場合には、暗号化による電子カルテ等の閲覧入力が不可能となり、診療をはじめ病院機能が停止する事態に陥ってしまい、患者の命にも直結する大きな影響を及ぼすこととなります。セキュリティ対策として、電子カルテなどの医療情報など内部で情報共有を行う院内ネットワークと、インターネットや電子メールなどの外部につながる院外ネットワークは物理的に分けて配線をし、インターネットからの接続により医療情報システムへ侵入することができないようにしております。しかしコンピューターウイルスの侵入が完全に防げるものではなく、職員や各部門システムに関連する業者の協力が必要となります。職員の使用する端末には許可された USB メモリーや DVD 以外の接続ができないように制限するとともに、外部からのデータの持ち込みや持ち出しの手順、トラブル発生時などのマニュアルの作成、研修会などを開催するなど、セキュリティ対策を徹底し、システムの保守事業者とは情報の共有、定期的な点検、必要な改善措置を講じております。さらに、サイバー攻撃や災害、人為的なミスによるデータの消失、暗号化による使用不可能な状態に備えて、データを保存し、診療をはじめ、病院事業継続に支障がないように対策を行っております。なお、議員が例に出された徳島県の町立半田病院のサイバー攻撃被害の報道後は、直ちに電子カルテシステムをはじめとする各部門システムの委託業者に、機器等に脆弱性がないかの点検、検証やさらなるセキュリティ対策の強化を依頼しました。いずれの業者からも専門的な知見からの回答は、同様のサイバー攻撃に対する対応はできているということでございました。電子カルテなど医療情報システムは、現在診療をはじめ病院機能に不可欠なシステムでございます。サイバー攻撃等による被害を受けることのないよう、情報セキュリティについては常に注意を払い、適切な管理に努めてまいります。以上でございます。中山議員。はい、丁寧にありがとうございました。自治体 DX という言葉で言われておりますけれども、単にデジタル化ではないというあたりの認識をしっかりと持って、進めていただいていること、それから来年度に向けての、取り組みについて、伺いました。デジタル技術を手段として、これからより有効なことというのを、進めていくためには、やはり、横断連携ということも示されておりましたし、アイデアを出すというようなことも出ておいたかと思います。なんかそのあたり、しっかりと、そして進めていただければと思います。まあ、進めることは進めるので、大いに結構でございますけれども、デジタル技術 を手段として市民とつながる改革へというところは確認できたところで、再質問一つさせていただきます。自治体 DX を、推進していくという方針をはっきりと持った上での話ですけれども、今後、課題としてどのようなことをがあると考えていらっしゃるかお伺いします。岡村
政策企画部長。はい、自治体 DX を推進する上での課題ということでお尋ねをいただきました。一般的に高齢者の中には、こういった情報機器に不慣れな方、あるいは機器をお持ちでない方もおられますので、デジタル化の推進に際しまして、こういった方々への配慮というのがまず必要だと考えております。こうしたことから、高齢者を対象としたスマホの購入支援、あるいは各種相談、こういったことによりまして、誰一人取り残すことのない、すべての方々がデジタル技術を活用できる環境づくりに、着実に取り組んでいきたいと考えております。それからもう一つ、デジタルトランスフォーメーション、自治体 DX の動きに的確に、対応して、業務に反映していくためには、デジタルに関する専門的な知識、あるいは提案力を持つ人材というものも必要になってこようかと思います。国の調査によりますと、こういったデジタル人材というのは、やはり人数も限られており、さらには都市部の方に集中をしているといったような状況もございます。とりわけ地方においては、こういった人材の確保はですね、大変難しくなってくるというふうにも思いますので、そういった人材の育成確保、こういったことも課題として考えておかなければならないというふうに思っております。以上でございます。中山議員。はい、私も心配しておったところですけれども、高齢者の方、特に高齢者に多いと思われるんですけれども、デジタル化になかなか対応しにくい方を取り残さないようにというところが大事だと思います。しかしながら、その格差を今おっしゃってたように、どうでしょう、不安内な方々を引き上げるような形で、格差を解消していくという方向で頑張っていただいて、デジタル化を活用した推進に、DX の推進に関して失速させるようなことがないようにお願いしたいと思います。またデジタル人材の確保、大変難しいことは地方都市においてはどこでも抱えている問題だと思います。幸い、光市および山口県は比較的人材がいる方ではないかというふうに僕は感じておりますので、積極的につながっていくようにやっていただければと思います。行政サービスを受ける側の市民が取り残さず利便を享受できるようにという点で、地域的な情報インフラの格差という課題もあるかと思います。中山間地域等条件不利地域の情報基盤を整備し、デジタル化の利便を享受する上で地域全体の格差解消につながりますので、ぜひ取り組んでいただきたいと思います。またリモートワークができる環境が整備されることは、コロナ禍で増えていると言われる滞在型の働き方、あるいは余暇の過ごし方をも合わせたワーケーション、それプラス、地域とつながるコーワーケーションといったようなことにつながります。またその先には働く世代の移住定住ということもにもつながってくるかと思います。ぜひ考えていただきたいと思います。2点目の、対策に関してですけれども、大前提であるというふうにはっきりと認識してくださっているということは分かりました。あと当然やっておられるべき、系統の分離であるとか、しっかりとなされていることは分かりました。あと水道局や病院、私も気になっておりました。そのあたりとも連携を取って、そのセキュリティのことが行われているということが確認できました。次、物理的人的セキュリティの取り組みというところで、しっかりと研修を、e ラーニングというのは幹部働きすべて受講でやってらっしゃると、それに
特に後で出てきましたけれども、実践的サイバー防御演習っておっしゃいましたっけ、そのあたりも、やってらっしゃるということを、まあ、僕らはなかなか見る機会というか知る機会がなくて存じ上げておりませんでした、しっかりとやってらっしゃることを確認させていただきました。防災司令拠点にシステムサーバーの移設というのは先行議員の答えにもありましたけれども、以前から心配してきたところでございます。まあ、これが移動設置されて、移設されて、格段の安全性といいますか、安定性、工事、セキュリティ上の向上が見込まれるということは、理解できました。はい、ここでちょっと再質問させていただきたいと思います。業務継続という視点で、セキュリティの課題を考えていきたいというところです。いつどんなことが起きるかわからない中、対策や備えをしておくということ、そして業務継続が困難になるというところなど、情報セキュリティを考えるということは防災対策や災害対応と共通するところが多いなというふうに感じております。災害同様、さまざまな事態が発生した場合でも業務を継続する必要がありますが、現在市の業務の多くが情報システム抜きに行うことができない状況であることを考えると、そういった事態への備えや対応を考えておかなければなりません。どのように考えられているのか、あるいは決めているのかお伺いします。またそのような事態についての訓練や演習のようなことがなされているのかもお伺いします。岡村政策企画部長。まあ、本市ではですね、光市業務継続計画に基づきまして、業務の継続に必要な情報システムを早期に復旧させるための ICT 部門の業務継続計画というものを規定をしております。この ICT 部門の業務継続計画の中では、まあ、大元となります光市業務継続計画に基づいて、まあ、優先度に対応したシステムの復旧優先区分、こういったものを定めるとともに、その業務の復旧に必要な作業とか事前の対策、それから各システムの復旧手順などを規定をしているところでございます。こういった内容につきましては、定期的に行います職員の非常参集訓練などの折にですね、これらの復旧手順に沿った演習を、まあ、関係職員の訓練として行っているところでございます。以上でございます。中山議員。はい、業務の継続の備えについても確認させていただきました。ICT 部門の業務継続計画はしっかりと、まあ、作られていて、それにのっとって、業務継続さ、作業へと入っていくんだと思います。まあ、事前に想定している範囲に関してはしっかりと対策が、まあ、できているものだというふうに、考えられます。まあ、災害と同様、想定外の事態が起きるものだと考えて、常に意識を新たにしておいていただきたいと思います。そうですね、そう、ちょっと業務継続に近いところでちょっと一つお話をして指摘しておきたいと思いますけれども、情報技術の加速的な進展を考えると、固定的で完璧なセキュリティ対策があるとは考えられませんので、何らかのセキュリティ上のトラブル、事故などが発生することもあるというふうに考えておいた方がいいでしょう。その場合の対応、インシデント対応といわれる事故や被害といったものに対する対応について、市のセキュリティポリシーに関する要項にも、取り決められております、取り決められておりますが、少しでも早い対応がこの場合求められると思います。訓練なり演習なりを実施して、実際に機能することにしっかりと備えておいていただきたいということと、それから、よく組織にありがちな、報告の遅れということが気になります。報告の遅れは対応の遅れにつながります。困った事態やミス、不都合なことほど早く
ち早く報告するといった執務風土作りにもしっかりと努めていただきたいと思います。再質問させていただきます。情報収集に関してです。日々技術開発、普及が進む中、取り巻く社会状況の変化に即応していくためには情報収集が、重要であります。セキュリティに関する最新の情報を得るための情報源あるいは情報収集の方法についてはどのようにされているかお伺いします。岡村政策企画部長。セキュリティに関する情報源とか、情報収集の方法でございますけれども、行政情報のセキュリティにつきましては、情報処理推進機構、IPA、というんですけれども、こういった独立行政法人でございますとか、各省庁が、いろんな情報発出をされております。こうした多くの情報をもとに、主に地方公共団体情報システム機構、通称 JLIS、こういった団体や県を通じまして、いろんなこの情報、新しく発見された脅威でございますとか、早期警戒しなければいけない情報とか、こういった情報をいただいているところでございます。こうした情報について、常に注視をいたしまして、必要に応じて、庁内にも情報提供し、庁に注意等の呼びかけも行っているといったような状況でございます。以上でございます。中山議員。はい。しっかりと情報収集にも努めていただいている、そのことは了解できました。再質問ですが、改善の仕組みについて、です。セキュリティ対策は状況の変化に対応して改善していかなければならないと、先ほど申し上げましたようにこれで決定版ということがあるわけではございませんので、そこで確実な運用と合わせて状況に合わせた検証評価が重要になってくるというふうに考えられます。セキュリティ対策の監査、検証、評価、改善ということに向けた PDCA の取り組みというあたりになるかと思いますが、どのように考えられているかお伺いします。岡村政策企画部長。情報セキュリティを維持管理していくためには、議員仰せのように各組織においてもいろんな規定に沿った適切な運用がなされているのか、点検評価する仕組みが必要になってくるものと考えております。また問題点を早期発見、早期解決をしていくためには定期的な確認作業も必要になってくると思っております。こうしたことからいろんな規定が守られているのか、機能的に働いているか、あるいは研修記録が残っているか、こういったことについて、セキュリティポリシーに基づきまして年に一度職員による監査を実施をしているところでございます。その上で不備があれば速やかに、私の方から是正に向けた指導を行うとともに、グループウェアを通じて、各部署に、こういった事例を伝えまして再発防止に努めますとともに、その後の運用に生かしていくといったような状況でございます。以上でございます。中山議員。はい。しっかりと改善しながら対策していっていただきたいと思います。監査についてですけれども、監査人のもちろん専門性はもちろん当然必要であると思いますが、独立性ということも大変重要であるとかと思います。内部の専門家、内部あるいは内部にほぼ内部とに近いような、監査だけではなくて、外部といいますか第三者の客観的な専門的な知見によるチェックの仕組みも、ぜひ考えていただきたいと思います。指摘しておきます。はい。一昨日トヨタ自動車が部品を製造する主要関連企業への、
ランサムウェアによるサイバー攻撃を受けて国内の工場を全停止といった状況のニュースが流れてまいりました。大企業ですので当然対策は相当レベルであったと考えられますけれども、完璧なセキュリティと対策というのはないということを申し出されるような事件でありました。高度なデジタル化は同時に大きな脅威を伴うことで あるということでしょう。そういう時代を迎えているということを、しっかりと認識して、対応していただきたいと思います。4点目の、病院の、回答をいただきました。しっかりと、対応なされているということはが分かるものでした。デジタル化に関し、デジタル化、デジタルトランスフォーメーションといいますか、それに関しても、先進的に取り組んで、サイズの割には先進的に取り進めていらっしゃるということもよく分かりました。人的や業務継続についてもしっかり対策がなされていることも状況が分かりましたし、ただこれで十分というセキュリティ対策があるわけではありません。日々変わっていく状況に対応していくためには常にアップデートが必要であります。これまでの市当局のセキュリティ対策でも申し述べてきたことでもなども含めて、今後の、病院業務が滞らないように適切な運営をに努めていただくようお願いしてこの講を終わります。太田経済部長。こんにちは。それでは2番目の白砂青松の景観を未来へ伝え残すの1点目、海岸松林の保全育成の取り組みについてお答え申し上げます。日本人の原風景の一つである白砂青松の景観で親しまれてきた海岸の黒松は、海岸特有の環境となる潮風や強風、また砂地の海岸林造成に最も適した樹種でございますが、議員ご案内のとおり放置しておくと常緑の広葉樹に置き換わっていくことや、松食い虫、いわゆる松の材線虫によって壊滅的な被害を受けてしまうことなど、こうした景観を今後も守り続けていくためには適切に保全育成を進めていく必要があります。こうしたことから黒松の成長を促すため、虹ヶ浜および室積海岸等において下草の草刈りを年1回から2回程度行っており、また台風等により枯れてしまった黒松を再生するため三地区で黒松の育苗を実施し、生育した黒松を中学生や地元自治会などのボランティアが植栽する事業も行っております。さらに例年海水浴場開設前となる7月ごろ、松林内を点検パトロールし危険木や死傷木の撤去を行うことや、1月から2月にかけては隣接する周辺道路の通行の支障となる松の枝を剪定するなど、年間を通して適正な管理に努めております。次に松枯れ対策でございますが、最も大きな要因とされております松の材線虫病の発生を抑制するため、樹幹注入を予防保全的に講じることにより未然防止に努めているところでございます。具体的に申しますと、幹の直径が30センチ以上の黒松を対象に薬剤を幹に注入することで松枯れの原因となる松の材線虫の増殖を防止することが可能となります。現状樹幹注入は松の材線虫病に対する最も効果的な対策とされておりますが、この薬剤の効果は7年間となっておりますので、海岸松林を7つに区分けして7年サイクルで一巡できるように松枯れ対策を進めております。こうした松枯れ対策を行ってもその他のさまざまな要因で枯れてしまう黒松もありますので、その場合は市の方で伐採し除去することとしております。続きまして2点目の砂浜の浸食対策についてでございます。議員お尋ねの光漁港改善海岸保全施設整備事業につきましては、室積海岸が瀬戸内海国立公園の指定地の一つであることから景観に配慮した高潮対策となるため、
戸中地区に140メートルの砂防突堤の整備、室積海岸に13万5000立方メートルの用品、そして松原地区に800メートルの義木の高潮堤防の整備を行うことを平成21年に決定し、これらを推進することとしております。進捗状況でございますが、まず戸中地区の砂防突堤につきましては平成23年度に整備は完了しており、用品につきましては平成25年度と27年度に試験用品を2万立方メートル実施しております。高潮堤防につきましては平成26年度から事業に着手し、令和3年度12月末時点で延長271メートルの整備が完了しております。またこれらを進めるために必要となる事業用地につきましては、取得予定地 20筆のうち14筆が完了、また建物保証につきましては対象物件16棟のうち10棟が完了しております。今後の事業の見通しでございますが、新年度につきましては高潮堤防の整備として用地取得6筆と建物保証3棟、また延長24メートルの高潮堤防工事を予定しております。また用品につきましては砂の堆積状況等を確認するため令和2年度に実施した調査結果を踏まえ、用品の効果を最大限に高めるため必要となる前松原排水路の延伸について実施設計を予定しております。今後ともこうした取り組みを進めながら市民の安全安心の確保と室積海岸の保全に努めてまいりたいと考えております。以上でございます。中山議員。はい、ありがとうございます。まず1点目の、海岸松林の保全の、取り組みであります。下刈りおよび、いわゆる、保全活動というか、清掃活動に近いんでしょうかね、下刈りを取り除く等の活動は行っておられるというところでありますけれども、実際にはなかなかその全体の広さが大きいものですから、なかなか厳しいということもあるんでしょうけれども、回りきっていないところは結構やぶかしつつあるように思います。ぜひよく見て場所優先度を測って進めていただければと思います。松野台線中の方の、松狩りについてですけれども、現在も地道ながら取り組んでいただいているという状況が分かりました。松狩りの状況を改善するためには、今のままではなかなか厳しいところもあるのかもしれません。各地の先行事例等を、ぜひ目を光らせていただいて、少しでも効果的な方法があれば取り入れていただくようにお願いしておきたいと思います。あと、近接した松が、先ほど申し上げましたけど、近接した松が枯れるという状況があります。次々に枯れていくという状況を見ますと、枯れた松は速やかに伐倒した方がいいのではないかという話が地元の方でよく出ます。まとめて、抜刀するために、半年近く立ち枯れたまま置かれているといったこともあったり、して、心配する声が結構あるんですけれども、これらについてもご検討いただきたいと思います。再質問いたします。間伐の必要性についてです。黒松海岸林の造成では密植が行われ、その後の本数調整が適切に行われておらず、過密化が進んで、その結果、樹高の割に直径が細く、下枝が枯れ上がってしまったというひょろひょろの松が目につきます。このような松は強風に弱く、一度曲がると立ち直ることはないと言われております。また周りの強い松が枯れたときに、それに代わる強い松に太ってしっかりとしてくるということもないという話でございました。光市でもこれまで苗の、植樹に際して、
まあ、1メーター以内、場合によると50センチそこらしか空いてないんじゃないかというような感覚で密植されているところもございます。このまま混み合った状態で育っているところは多く見られますので、そのようなところでは下枝の枯れ上がったもやしっこばかりの松になっていくと、そういうのが目立ってまいります、目立っております。一般に造林する場合には間伐が行われ、強く健康な木を残し本数を徐々に減らし間隔を広げていくように育てるものだというふうに理解しておるんですけれども、黒松の海岸林の育成の場合でも間伐は必要と思いますが、いかがでしょうか。また実施しているのであればその状況を教えてください。太田経済部長。本市における黒松につきましては1メートルから2メートル程度の間隔で、植樹した後は、自然の生育を促すこととしておりまして、間伐等の対応は行っておりません。これは、地域の環境条件がそれぞれ異なることや黒松の育成方法にさまざまな意見がありまして、考えが分かれていることから間伐の実施はしておりません。しかしながら、その過密化による生育への影響を防ぐための方法として、黒松の高さが5メートル程度になるまで間伐を行うことの、有効性を推奨する、そういった考えもございます。本市の海岸松林でも黒松の過密化によって、樹高の割に直径が細くて、下枝の枯れたものも一部には見られます。今後新たに黒松の植樹を行う際には、こうした考え方を試行的に取り入れるなど、本市の環境条件に合った育成方法を模索してまいりたいと考えております。以上でございます。中山議員。はい。ぜひ光市に合ったその育成の仕方、間伐もおそらく必要だと思いますけれども、進めていただければと思います。再質問もう一点参ります。シロアリの食害対策であります。昨年の秋、台風の際に、強風で、直径50センチはあろうかという松が根元近くで折れて倒れました。樹高も20メーター近くはあったでしょうか。また林内に倒れたため車や家屋、人的な被害もなく済みましたが、方向によっては松林沿いの道に届いていたかもしれず、冷や汗の出るような出来事でした。この木はシロアリの食害を受けて、木部を食い荒らされていたため、強風に耐えられなかったという状況でありました。ご存知の通り、シロアリは枯れた木や切り株などを土に返していく大切な生態系の循環の役割を担っています。しかし枯れていなくても樹皮がほころびたりするところから木部に侵入して食い荒らすこともあるので、油断がなりません。現在のシロアリの食害に関しての取り組みについてお伺いします。また山口大学の先生と学生さんがシロアリの研究のために海岸松林でフィールドワークもなさっているのに出くわしたことがございました。連携して何かやっているということはあるのでしょうか。合わせてお尋ねします。太田経済部長。海岸松林のシロアリ対策につきましては、黒松林の流木や切り株の調査を行いまして、シロアリの生息が確認されれば薬剤により駆除を行うこととしております。山口大学との 連携につきましては、平成26年度から山口大学が製薬会社と共同してシロアリに効果の高い薬剤の研究開発を行うこととなりまして、本市は海岸松林を研究の場として提供することで協力をしており、こうしたことからその研究成果として生み出された薬剤、これを平成30年度から本市の海岸松林のシロアリ対策に活用しております。以上でございます。中山議員。ちゃんと研究が生かされて、その成果が理解しで、活用されているということは分かりました。シロアリはシロアリの害もバカにはなりませんので、しっかりと
進めていただければと思います。もう1点、これは2点目の方の海岸の砂浜の方ですけれども、この今年に入り浜掛けが強風による波浪で浸食されることに対し、応急措置としてウォーキンググリー石を、ネットに詰めたものが設置されました。まあ、これがそうです。浜掛けが削られないように、書かれたものです。これらについては今後どのようにしていく予定なのかお伺いします。大田経済部長。再度のお尋ねでございます。室積海岸はその台風の襲来や度重なる冬季波浪、こうした影響などによって、中松原地区を中心に浜垣が発生し、まあ、地域の関係者の皆様方に、不安を与える状況となっております。このため、用品が開始されるまでの間、廃墟地で生活する皆様の安全安心を確保するため、浜掛けの後退を防止するための応急的な対策として、袋詰め玉井施工を実施したものでございます。これは、従来、採用しておりました大型土のと比べ、浸食による砂浜の変化に柔軟に、対応できることや、また耐久性が高いことなど優れている点が多く、延長約180メートルの範囲に袋詰め玉井施工を設置しております。今後の対応ということでございますけれども、まあ、そのままの状態で埋めてしまう、あるいは、漁港工事の裏込め材や魚礁等他の工事へ転用するなどの、まあ、方法が考えられますけれども、これらにつきましては用品実施後の砂の状況等を確認しながら適切な方法を検討してまいりたいと考えております。いずれにいたしましても、浜掛けの解消には用品事業の実施が不可欠となりますので、早期の工事着手に向けて必要な調整を進めてまいりたいと考えております。以上でございます。中山議員。はい。見てのとおり、そのままでずっと置いておく期間があまり長いというのも、あまり景観としてよろしくないかなとも思います。まあ、できるだけ早い用品工事の実施に努めていただきたいと思います。それからこれまで繰り返し申し上げてきたことですけれども、工事の進行状況に応じ、経過を検証し、必要な際には工事内容を的確で効果的なものに修正して進めていただくということをお願いしたいと思います。またこの度のこの応急措置に関しましても、一応回覧はいたしたものの、皆さん中身についてよく分からなかったということもあるのでしょう。いろいろといろんな話が飛び交って、おります。地域住民の方に対しても工事の進捗や内容、あるいは修正した場合の事項など適宜報告説明をお願いしておきたいと思います。以上で全ての質問を終わります。ここで暫時休憩いたします。再開は心霊をもってお知らせいたします。なお再開は午後1時15分を予定いたします。